落馬事故により10日に亡くなった藤岡幸太騎手、去年35の葬儀が15日、滋賀県立東市の立東トレーニングセンター厚生会館本館にてしめやかに取り行われた。東西からジョッキー、調教師、馬主など競馬関係者約1000人が参列。強化652期に頂電は92通。早すぎる別れを惜しんだ。 心地よいうららかな春の日差しの中、式場の方々からすすり泣く音が漏れる。卓抜した気象技術に、関係者やファンのみんなから愛された人柄。早瀬したジョッキーの思い出が、参列者の脳裏に次々と思い起こされた。幼い頃から動物が好きだったコ太タさん。兄、ユウスケさんの背中を追いかけるように小学5年生から乗馬を始め、 手喪主を務めた父、健一調教師は、昔は落ち着きのない子でした。大好きな馬を助けられる獣医になれ、と説得した覚えもある、と振り返る。危険を伴う騎手の仕事、我が子を思う父の心配をよそに、息子はたゆまぬ努力を続けてトップジョッキーへの階段を駆け上がった。 3月30日には JRA 通算800勝を達成。夢だった機種になり、たくさんの人に応援されて大きなレースも勝たせてもらった。昨年のマイル CS では代打機場のナミュールで G12 勝目も上げていた。今年はキャリアハイだった昨年の63勝を上回るペースで勝ち星を量産。 その折に起きたのが、6日の阪神 7R での落馬事故だった。プライベートでも、昨年6月に生まれた長男、レンジくんはまだ生後10ヶ月と一家の大黒柱としてこれからという時長長京、競馬終わりにまっすぐ家に帰り、子供の面倒を見るいい親だった。父を亡くしたレンジこれからは我々家族が全力で守っていきます。と、 かみしめるように言葉を紡いだ。過量中に SNS で励ましの言葉をくれたファンには、可愛い自慢の息子、浩太が大好きだった競馬、生まれ変わっても騎手になりたいと言っていた競馬を、みんなで愛して応援していただければありがたいです。と声をつまらせながらメッセージを送った。浩太騎手が人生をかけた競馬への思いは、これからも受け継がれていく。